あ、どうも、サガラオオチです。今日なんですけれども、5月に買ってよかったものをですね、皆さんにご紹介できたらなと思います。で、ちょっとそれに先立ってですね、先にちょっと告知をさせていただきたいんですが、私がこれ着ているですね、以前販売しました、七分袖でございますね。私が作って販売しているものなんですけれども、ちょっと好評いただいて、すぐにね、完売してしまっていたんですけれども、ちょっと在庫をですね、追加いたしました。私が着ているのが、これサイズ2ですね。ちょうどアクセサリーとかがね、生えて、今の季節ね、ぴったりだと思うんですけれども、詳しくはね、概要欄に貼ってある動画から見ていただければと思うんですけれども、サイズ2と3をですね、在庫追加しました。あとは長袖もですね、ポケットなしのバージョンが売り切れちゃってたので、そこをですね、ちょっとだけ在庫追加しました。気になる方はね、ぜひ買っていただけると嬉しいです。と宣伝を最初に挟んじゃったんですけれども、今月買ってよかったものはね、概要欄に全部 URL 掲載してますので、気になるものがあったらチェックしてみてください。ということで早速いきましょう。では一つ目、こちらでございまして、ザ日用品って感じなんですけど、こちらね、洗濯ネットなんですよね。で、洗濯ネットって正直同じようなものをですね、使ってたんですけれども、ちょっと不満がありましたと。で、それを解消するものを今回買ってます。今まで使っていたものですね、このような感じになっていて、機能としては一緒ですよね。こうファスナーがついていて閉じるんですけど、洗濯中にですね、これガバッと開いて中が出てきてもう意味ないじゃんっていう状態になってたんですよね。で、それをですね、ちょっと解消する洗濯ネットないかなと探していたところ、一つ見つけまして買ってみました。結果洗濯中にですね、ファスナーが開くことはなくなったんですけれども、それがですね、こちら、ちょっと大きめのファスナーがついてるんですけども、これがね、ミソでございまして、こいつをですね、ここに、通すわけですね。すると、このファスナー大きいのでなかなか、外れにくいというような設計になっています。これ結構ね、大きいサイズで、デニムとかね、洗うときに役立ってるんですけども、これはね、目が細かいタイプで、ホコリとかの侵入をより防ぐことができるタイプで、同じタイプでですね、目が粗いタイプもありまして、これはね、洗浄力がより上がるっていうタイプですね。ホコリとかは結構簡単に入ってきちゃうかなっていう粗さです。こんなね、ファスナーだけで変わるのかなと思ったんですけど、本当に私何回も洗濯しても開かないので、これね、ちょっと買ってよかったなと思ってます。ただ洗濯ネット1枚にしてはね、ちょっと高いかなっていうのが正直なところです。では、続いてなんですが、ハンガーを買いました。これ、結構高いハンガーなんですよ。見た目もですね、全部気に入ってはいるんですけれども、正直高いです。こちら中田ハンガーというハンガーでございまして、非常に有名なハンガーではあるんですが、ここね、スモークブラウンというカラーでですね、非常に質感、手触りも良くてですね、スラックスかけた時にね、滑りにくいという設計になってます。正直ハンガーでこの値段なので、もう完全に自己満の域ですが、これ見てるとね、非常に満足感が高いです。で、私デニム大好きなので、デニムをですね、このように引っ掛けて、使っているわけなんですけれども、もうね、本当に大満足でございます。高いですけど、家にあるとね、見てて満足できる商品かなと思います。もちろん質感も滑りにくさっていうのもいいです。で、このタイプ以外にも実はですね、こちらの中田ハンガーのスラックスハンガーも買ってみたんですけれども、これはね、ちょっと正直あんまり気に入りませんでした。もちろんね、質感は良くて、同じスモークブラウンのカラーなんですけど、ちょっとね、つけるのめんどくさいんですよね。これこう首の部分をひねって、そしてこれで、挟み込むわけなんですけれども、ガチャッとね、やる必要があってですね、結構手間なんですよね。これは正直見た目の質感とかもいいですけど、使わなくなっちゃうなということで、こっちのタイプはですね、私はめんどくさがりなので今後使うことを諦めました。あんまり使わないスラックスとかをね、挟んでおくにはいいとは思うんですけども、こうやって、ガバッと開けられるので、いろんな太さのパンツには対応してます。で、中はですね、非常に柔らかい素材で、スラックスとかにも優しい素材をしています。こんな感じでデニムとかも余裕で挟めて、さっきのハンガーよりもね、こうやって折りたたむ必要がないので、場所は取らないんですけど、長さは当然長くなりますよね。かつですね、やっぱり何を言ってもこうやって挟むのがめんどくさいということで、よく履くものをね、こうやって使うのはちょっと億劫だなと思ってます。ただこの中田ハンガーね、品質は非常に満足してまして、結構買うのためらってたんですけど、思い切って買ってみてよかったなとは思ってます。では、続いてこちらでございまして、これオートソープディスペンサーなんですが、以前から私のチャンネルご覧になっている方はですね、あれ持ってたよねと思い出していただいた方もいらっしゃると思うんですけど、その通りで同じもののブラックカラーを持ってました。しかも泡で出てくるタイプと液体タイプの2種類ブラックを持ってたんですね。で、主にはハンドソープ入れて使ってたんですけれども、今回ね、こちらライトグレーのカラーを買った理由としてはですね、食器洗い用の洗剤を入れたいなと思いまして、買ってみました。で、食器洗い用の洗剤は今までこちら
らのですねタワーシリーズの、まあ、押したらですねそのまま洗剤が出てくる洗剤ディスペンサー使ってたんですけども、まあ、これはこれで便利なんですけどちょっとね不満が出てきたわけですよね。こうやって押した時にここにですねちょっと洗剤が溜まってくると。でしかもですね、その後この辺がね、水浸しになるっていうことがあって許容範囲かなとは思ってたんですけど、それってあのオートソープディスペンサーだと一発で解決できるよねということで今回こちらを買いました。まあ、価格の面で言う と、オートソープディスペンサーの方が、まあ、これ5000円ぐらいするので2倍以上するので高いんですよ。なんですけど、まあ、あの長期的に、ね、使っていくものだと思いますので、ハンドソープとして使ってる時もね非常に便利で気に入っていたので色違いでこちらを買ってみました。まあ、こうやって色違いで並べておくのも非常にねデザインがいいので可愛らしくていいですよね。でこちらプラスマイナスゼロなんですけど、私ね実は2回ちょっと自然故障してるんですよね。でそれで交換対応してもらってるんですけど、運営の方の対応が爆速なのでその点もね安心してずっと使えるなということで、こちらのプラスマイナスゼロの製品は使ってます。そして、続いてもですねちょっと食器洗い系のアイテムなんですけれども、これスコッチブライトのですねプレミアムネットスポンジ買いました。まあ、これね非常に泡立ちも良くて、かつですね洗浄力もねしっかりしてるなということで結構気に入って使ってはいるんですけども、私こちらのですね、サンサンスポンジというもの、これ非常に耐久性強くて水切れもいいスポンジでして、これねグラス用で使ってるんですよね。でこちらと食器洗い用で、こちらのスコッチブライトのものを使ってます。まあ、この2種類ね、まあ、2色と、まあ、あとはこのオートソープディスペンサーね並べておくとなんか可愛らしくていいですよね。色のコントラストもねあって非常にこの並びねいいなと思ってます。はい、では続いてですねこちら、サングラスケースなんですけれども、まあ、メガネ入れとかにも使えるんですけれどもね、非常に安いものを買いました。まあ質感はね正直いいわけではないです。まあ、ただサングラスをですね、まあ、入れられればいいやということで、私ゴルフね、よく行きますのでここにサングラスを入れておきたいということで買いました。まあ、こいつをですね、よくゴルフ中にはかけているわけなんですけれども、まあ、これをね、使わないときはですね、まあ、こちらのサングラスケースに入れて保管しておくという使い方をしてます。でこちらねカラビナがついてるんですけど、これねめちゃくちゃチープです。もう今にも壊れそうなので、こちらのですねカラビナを別途購入しました。これねアッソブというところから出ているカラビナなんですけど、まあ、ぶっちゃけデザインはいいんですけど高いです。この単純な機能で1500円ぐらいしちゃうので意味わかんない価格するんですけれども、まあ自己満の域ですよねこれも。はい、なのでこのカラビナをですね、こちらのチープな方をニッパーとかで切ってですね、こちらのカラビナを装着しようかなと思ってます。まあ、こうやってなんかカラビナ変えるだけで結構なんかしっかりした印象出るんじゃないですかね。このケース自体はまあ正直使えればいいかっていう感じで買ってはいたんですけども、まあカラビナ変えるだけで結構変わりますね印象。そして、続いてこちらでございますね。これデオドラントスティックなんですけども、まあこれが夏迫ってきてますけれども、ちょっと男性の皆さんぜひデオドラントはね、つけるようにした方がいいんじゃないかなと私は思ってます。まあ、結構今年からですね、まあ、マスクせずに電車乗ったりとかねしてるわけなんですけれども、暑い日ってねちょっとあれこんな香り電車の中してたっけみたいな時って正直あるんですよね。で自分も大丈夫かなってなるわけなんですけども、ちょっと匂いケアの観点としてね、デオドラントつけるのはおすすめでございます。でこれはですね毎年買ってるものなんですけど、スティックタイプなんですよね。これ開けますとですねサラサラした固形のね、スティックが出てくるわけなんですけど、こいつをまあ脇とかに塗るわけですよね。で結構効果ねあるなと私は毎年思ってまして、無香料なんですよね。でかつ塗った後サラサラした感覚でそんなにね清涼感とかはないんですよ。で私清涼感ない方が好みなので、まあこちらのタイプをね、ずっと使ってます。なんかスティックもねちょっと結構固形とはいえ柔らかめなので塗り心地も良くて塗り残しとかもねあんまりないのかなって思います。液体が出てくるロールオンタイプとかもあるんですけど、あれってねちょっとなんか塗り残しが心配で私使わないようにしてるんですよね。なので私と同じような用途で使いたい方は、まあこれ非常に人気で定番アイテムかなと思うのでチェックしてみてください。はい、ということで次はですね折りたたみ傘なんですけれども、これね私がかねてより使っていた傘の最新モデルでございまして、こちら、ベリカルという、傘でございます。まあ、ベリカルのフラットというモデルでございまして、今回ちょっとですね薄型のモデルが新登場しました。まあ、以前からですね、まあこちらベリカルという傘使っていて、機能的にはねもう正直本当一緒で形状が若干異なりますと。で薄型になったのでカバンのポケットとかにね収まりやすくなりましたっていうのがこのベリカルフラットでございますね。まあ今年ねちょっと多分平年より梅雨入り早いですよね。結構雨模様がね続いてるなっていう感じなんですけれども、まあこれからね折りたたみ傘ってかなり活躍してくれると思いますけれども、このベリカルっていう傘がね何がいいかって言いますと、なんと 174g、 めちゃくちゃ軽量です。 iPhone より軽いです。それでいて自動開閉式なんですよね。それが本当に素晴らしいなと思ってまして、本当にワンタップで開いて
ワンタップで閉じられます。これがね、こんなに小型軽量なのね、すごいですよね。まあ、やっぱりね、折りたたみ傘、私いろんなカバンに忍ばせておきたいので、こちらのねベリカルフラット、今回使ってみるわけなんですけれども、本当に薄型になったことによっていろんなカバンにね入れやすくなったなと思ってます。で、普段はですねこちらの、折りたたみ傘ケースですね、まあ、非常に軽量かつですね防水性能めちゃくちゃ高くてですね、中に水を入れてもですね溢れてこないぐらいの撥水力なんですけども、これにですね、まあ、入れて、で使わないときはですね、まあ、ポケットにこのまま入れられるサイズ感なので、非常にこのセットはですね重宝してます。で、取り出し口も広いので、まあ、簡単にスッと取り出せるっていうのもいいですね。ということで、5月に買ってよかったものをご紹介したんですけれども、全部概要欄に URL 掲載してますので、気になるものがあったらチェックしてみてください。で、繰り返しにはなっちゃうんですけど、この七分袖と長袖の T シャツ再販売開始しましたので、ぜひそちらも概要欄の URL からチェックしてみてください。普段はこういった便利グッズだったりとかインテリアファッションの動画アップしてますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。インスタグラムもさがらごうちで検索いただいてフォローいただけると嬉しいです。ということで、お時間ありがとうございました。